今回はそのレーショナル NT が結婚した時にどんな人になるのかと、はい、まあ表現はしないんでしょうけど、はいはい、どんな素晴らしい面がありどんなお困りごとがあるのかを紹介したいと思います、はい、この NT タイプの結婚生活レーショナルマリードライフなんですけども、交際相手の投資が完了し理性的な人 NT ですね、知っていることまたこれから知りたいことの両方を追求できるようになると結婚生活において大きな問題に直面することがありますと。この理性的な人はある重要な点で配偶者から誤解されることがよくあり、悲しいことに配偶者は理性的な人を冷淡で感情的ではなくよそよそしく自分の幸せに関心がないように見えると非難しますと。 NT の側からすると、うん、自分の関わり方愛し方が相手からひょうひょうとしているとか思いやりがないと見られることに驚きますと、うん、しかし理性的な冷淡さというステレオタイプに近い誤った印象は結婚生活における多くの失望と葛藤の原因になっています。この誤解外見、まあ、見た目ですね、はい、この冷淡さに見える見た目と、はいはい、うん、この中身の不一致、うん、現実の不一致は何でしょうと。その答えは理性的な人、まあ、NT タイプですね、はい、の核となる3つの性格の特性、すなわち抽象性効率性を求めること、そして最後に自立性を求めることの組み合わせにありますと。そもそも NT タイプ合理主義者は多くの時間をアイデア、原理、理論、技術、研究モデル、システムの設計など抽象的なものに時間を費やしますと、まあ、没頭して過ごす、はい、仕事上の問題に頭を悩ませていないときは他のテーマ、南北戦争とか天文学とか写真とかの勉強をしていますと、うん、さらに悪いことに NT タイプは解決しようとする問題に集中するユニークな能力を持っており、常に問題の解決に取り組んでいるため、リビングルームで配偶者と一緒に座っていてもまるで100万マイルも離れた場所にいるように、その自分がやりたいことに没頭し物思いにふけっているように見えることがあります。 NT は理論や技術の世界ばかり注意を向け、自分たち、まあ、この結婚生活ですから、はい、このたちには十分な注意を払わないようだと、うん、理性的な人、まあ、この合理主義者ですね、うん、な人は時には私が生きていることに気づいていないと相手に思われることがあると、うん、そんなに極端なんですかね。そんなに極端というと冷たくされたって、冷たくされたとかじゃないんじゃないですか。興味がない、ずっと本読んでるとかじゃないですか、隣にいるのに。あれさ、こんなことなんて、このアニメ面白いよ、うーんって、そうなんだよね、ってみたいな感じ。今日うちの娘にこんなことがあってさ、こんな悩み言われたんだ、うん、どうしたらいいと思う。それはこういう風にした方がいいんじゃないの。あなた私の目を見なさいよ、私喋ってるでしょみたいな感じなんじゃないですか。で、はい、それは切れちゃいましたね、今ごめんなさい。はい、で、まあ、別に考えてないわけじゃないみたいな話じゃないですか。だってちゃんと解決策出ましたから、ね、はい、みたいな感じなのかなって。なんか、まあ、ステレオなんて昔のアニメに出たような、はい、ベレベレベベ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 ってなんか紙が出てくる感じなんですかね。はいはい、でピリピリって破って、はい、出したよって、はい、これは大問題ですね。だってそういう能力、ああもったいないですよね、僕からすると。もったいないというと、僕その能力があったら、はい、この感情的にそれを話すことで、はい、完璧な人間ですよ僕の場合この感情を乗せて、はい、親身にはなるんですけど、はい、まるでトンチンカンじゃないですか、はい、まあ得て増えてじゃないですか。得て増えてですよね、もったいない、はい、あ、リン様ごきげんよう。プライベートに立ち入らせるだけで特別だから、それを許しているだけで優しくしてやってるんだと思ってる思ってる、はい
なるほど。だから自分はすごくなんか相手のためにやってるって思ってるって話じゃないですか。あ、忙しい時間の中、はい、貴重な頭のリソースを割いて リソースを割いて、はい、みたいな感覚が、だからもうこんなに自分は相手のことを愛してるとか思ってるんじゃないですか。でためになることもやってる、やってる、かつ自分のこともちゃんとやってる、はいはい、お前も自立せよとで相手のためを思ってそうやって言ってる。これは表現は大げさだけどあながち間違ってなさそうと。確かに出し方と量のタイミングなのかなと。まあ出し方はやっぱ目を見ろって今思いましたもんね。はい、はい、しかし理性的な人は、伴侶、まあ、パートナーですね、うん、いや周囲の家庭生活に無関心に見えるかもしれないと、はい、しかし無関心でも無反応ではなく、そのような人や出来事に注意を向けられると大抵は純粋な関心を示しますと。ただこの NT は日常の現実、これには配偶者も含まれる、この日常の現実に自分ではあまり気づかないだけなのだと。日常で起こっていることに気づかないと、はい、うん、したがって問題は理性的な人が冷淡で非人間的だということではなく、もともと抽象的で集中力が高いため、本や技術雑誌、コンピューターのファイルから鼻をはず離して頭の中から抜け出して家族の輪に加わるように注意しなければならないということだ、はい、こっちに向かなきゃって思わないと向けないってことです、はいはい、しかし多くの夫や妻は理性的なパートナーに自分に注意を向けてもらったり、家族のために時間を割いてもらったりすることに屈辱を感じていますと。なんでだ？多くの夫や妻は理性的なパートナーに自分たちを考え気にかけてくれるのを望んでいる。そのため NT が関心や愛情を示してくれるのを怒りを募らせながら待ち続け、それが失敗に終わると軽率だとか無関心だと非難する。これは理性的な結婚生活においてあまりにも一般的な行き詰まりであると。つまり NT は配偶者に愛を語りたがらず、その沈黙に配偶者は傷つくことが多いのであると。 NT は配偶者に愛を感じていないわけではなく、自明なこと、明らかなことを述べたり冗長なことを嫌うため、一旦相手を選んで自分の気持ちを示した後は感傷的な愛の語らいをすることはないのであると、うん、いっぺん言ったと、はい、好きだと言った、はい、言ったよね、うん、俺覚えてる、だからもう言わなくていいじゃないってことなんですかね、うん、まあそんな感じは NT っぽいですけどね言う必要ないよね、分かってるよね、うん、あれ言ったよねっていう、分かってることを言わなくてもいいじゃんぐらいの感じじゃないですか。言ってほしいならいいけどぐらいの言ってはそれイラッとしたわ、今イラッとしたわ、言ってほしいなら言うけどはイラッとするわ、はい、でも言いそうだわあいつは、はいはい、なるほど。配偶者は愛情や心配りをもっと頻繁に言葉で表現することを望むかもしれないが、常に効率的な合理主義者にとっては明確に確立されたことを繰り返すのは時間と言葉の無駄であり、紳士淑女のようにメッセージの誠実さに疑念を抱かせる可能性さえあると。そんだけ言うってことは何かあるな、やましいことが、やましいことがっていうことなんですかねはい、まあ、言葉に意味はないって感じじゃないですか。嘘もいくらでも言えるし、それが本当かどうかなんていうのはわからないみたいな。あ、まあ、そんなに言うってことは、うん、なんかまあ確かに言わせようとか、はい、言うってことは、まあ、何か理由があるのかっていうのは、まあ、NF でも思いますけど、はい、ちょっとなんか違う理由で、はい、まるで紳士淑女が抗議しすぎるかのように NT が一旦結婚を約束すれば、その約束は通告があるまで守られる。それ以上何も言う必要はない。
しかしあまりに多くの場合、交際相手はこの感情表現の欠如が感情の欠如によるものだと考えるようになる。理性的な人はまたしても冷淡でロマンチックではない。あるいはもっと悪いことに、交際相手の感情よりも自分の効率の方が重要だと利己的に考えていると非難される。私と南北戦争どっちが大事なのよ、ね、南北戦争って言いそうですよね。はい、まあ、その南北戦争もあるけど、はい、その多分愛してるとかっていう言葉を言うのがめんどくさいんじゃないですか、はい、それなんか意味あるのって思ってるみたいなとこじゃないですか。泣きますよで大切なのはそこじゃないでしょっていう感じなんじゃないですか。で好きって分かんないじゃないですか。だから分かんないのがおかしいぐらいの感じなんだと思うんですよ。なるほど、はい、でその言葉にそんなに重要性を感じないというか、でそれを言うかどうかは分かんないですよ。多分経験も積めばこういうことを言った方がいいんだろうなっていう学習はすると思うので、はい、学習の結果言うことにしたよって言われるんですよね。それを言う言うかどうかは別にして、はい、言わない可能性はありますよね。それを言って痛い思いを見てしたら言わないわけじゃないですか、はい、なるほど。あ、チェって言っちゃったごめんなさい。もうナチュラルに今チェが出ましたね、はい、今その好きっていう優先度が低いだけだと、はい、不安だから言ってほしいと言って納得する NT もいれば、めんどくせえなとなる NT もいるんでしょうねと、まあ、状況によるんじゃないですか、相手の取り乱し方と。そう、好きな相手が、はい、な不安そうにしてたら、はい、なんか不安を和らげるために言わなきゃみたいな気持ちになると思うんですけど、はい、いや、あとね、今思ったのは、はい、こっちはちょっとそういうのでイチャイチャしたいんですよはい、これじゃ時間の無駄だってよりはもう無駄ですよ、はい、でも楽しいじゃんっていうのも分かってくれないですかね NT は。それはまあその時の状況じゃないですか。なるほど、はい、俺が可愛かったらなNT に好きって言わせるのに